エージェント永瀬か。巻いたようね。チェックしておいてよかったよ。あ、ごめんなさい。おい、ちょっと。はい。そっちからぶつかってきたんだぞ。だから謝ったわ。待てよ。ちょ、離して。あ、やっと。何するの、返しなさい。こんなの似合わないって。そういう問題じゃないのよ。ねえ君、もうさ、ぶつかったことはどうでもいいから、これから遊びに行かない？なんであなたたちなんかと。まずはお友達からなんて。やめて、離して。おい、なんだよ。その子嫌がってるじゃないか。そんなわけないだろう。友達って風には見えないけど。お前に関係ないだろ、行けよ。お前らだってそのこと関係ないんだろ、行けよ。おい、こいつ下地の、あ、ジェノキラだ。え、ジェノキラ。またそれか。入学してすぐ4月のうちにクラスの男子全員を病院送りにした喧嘩無双のジェノキラ。あのな、やべえ、今手袋していないぞ。解放状態だ、やられる。いや、それは。すみませんでした、なんでもないです。はい、これ。待てよ。また話が大げさになってる。あの、ああ、大丈夫？はい、おかげさまで。はい。いや、ありがとう、助かりました。いや、これぐらいのことなんでもないから。ちゃんとお礼をさせてください。いいって。そういうわけには。お嬢様。お嬢、あれほど一人にならないでくださいと。おい、お前お嬢様に何か。ちょっと失礼なこと言わないで、この人は私を。本当に気にしないで。それじゃ、せめて名前を。ジェノキラー。ただいま。もう遅いですよ兄さん。悪い、ちょっと立ち読み。ああ、またこんなにスナック菓子買って。夜食だよ。夜遅くにダラダラ起きているよりも朝早くに勉強した方が集中できるんですよ。俺は夜型なの。毎晩ゲームの音が聞こえてるんですけど。バレバレです、兄さんのやってることは何でもお見通しです。さすが港さんです。夏休みの宿題が全く進んでいないこともお見通しですよ。さすがです港さん。
どうしよう。勉強のことは自主性の問題だからもう口を出すなって兄さんからの約束でしたよね。そうだった。新学期から気が重い。自業自得です。それじゃあ夕飯の支度をしちゃいますから先にお風呂しちゃってください。テレビ見たいんだよな。後でいいだろう。ダメです。せっかく沸かしておいたんですから。夏休み怪談スペシャルですよね。それはもう録画しておきましたから。お、わかってる。兄さんの趣味はわかりやすいですから。はいはい、どうせ俺は単純ですよ。100数えるんですよ。バカにするな。98 99 100。ってアホか。待って、せめて名前を。ダメだ。どうして。だって俺は なんて夢だ。あの子すげえ可愛かったな。はあ、なんであの流れで名前とかちゃんと聞かないかな俺。何カッコつけてんだよ。ああ、もったいない。兄さん、もういつまで寝ているんですか。え、急がないと2学期早々から遅刻ですよ。わかってるって。だから自転車を引っ張り出してきたんじゃないか。ほら急いでください。 ペダルが重いんだよ。なんでこんなに上り坂なんだ。帰り道が楽でいいですよね。気軽に行ってくれる。兄さんがちゃんと起きないからですよ。ほらファイト。間に合ったぞ。やっぱりいざという時はさすがですね。もうダメだ、一歩も動けないぞ。あ、ダメですよ、始業式が始まりますよ。おっす、久しぶり司さん。ってみなっちとは夏休み中にもよく遊んでたっけ。で、ジュンは今司さんの足元で死んでいるそれです。ああ、やっぱり。やっぱりってなんだよ。肉塊がしゃべった。肉塊言うな。いつもぐったりした顔してるけどさ、始業式ぐらい元気な顔しなよ。無茶言うな。ここまでの坂道自転車で駆け上がってきたんだぞ。おお、やるじゃん。おっと投げない。今日は特別だ。特別寝坊したんです。なるほど、相変わらずだね。続きまして生徒会長からの挨拶です。皆さん、おはようございます。おはようございます。あ、元気がいいですね。じゃあもう一回、おはようございます。おはようございます。うちの生徒会長、相変わらずものすごい人気だね。あれだけ可愛けりゃな。競争率高いよね。勝ち目のないレースには参加しないことにしてんだ。強がり。初めて見た時は動転したくせに。アイドルが入学してきたのかと思ったんだよ。それだけだ。アイドル級のカリスマ、椎名美月。冬彦。彼女、国を動かせる逸材ですよ。動かしてどうするんだ。そういうわけで、2学期も行事盛りだくさん。皆さんの楽しい学園生活のために、生徒会も頑張ります。一緒に盛り上げていきましょう。みんなのりいいね。なんだかな。ああ、純一は僕だけの駆け出しアイドルがメジャーになると興味が薄れるタイプなんですね。俺が育てたとか勝手に言い張るタイプだよね。勝手に思わねえよ。ああ、怪我人もなく全員無事登校してきたようだな。担任としては一安心だが、個人的にはがっかりだ。相変わらずのお利口さんどもめ。ま、無事で何よりだ。2学期はさらにハードに行くから覚悟しとけよ。特に宿題を何一つやっていなかったという永瀬。あ、ナイスな度胸だ。なんで知ってるんですか。今朝があった廊下で妹さんに聞いておいたんだよ。あまり妹さんを困らせるな。サメザメと泣いていたぞ。
勝手な話を作らないでください。そんなことで泣くわけないでしょ。お前にはマンツーマンでがっつり指導してやるから楽しみにしておけよ。純一ってほんと杉下先生と仲いいですよね。こんなの仲良しじゃねえと。久しぶりの長瀬いじりもこれぐらいに。おなじみのみたいな言い方しないでください。お前に会えなくて寂しかったんだよ。誤解を招く。おっと、大切な話が。おい虫か。今日は転校生の紹介もあるんだ。え、お待たせ、入ってきなさい。はい。片桐夕日です。よろしくお願いします。あ、君は、あなたはジェノキラー。え、罪に置けないですね。よろしい。バカ、変な誤解すんな。ジェノキラー伝説に新たな1ページですね。変な伝説増やすな。知り合いなのか。いえ、昨日ちょっと困っていたところを助けていただいて。何、またよその生徒を半殺しにしたんじゃないだろうな。そんなことしたことありませんよ。個人面談でゆっくり聞こう。ああ、聞く耳持たない。それじゃあ片桐は、あそこが空いてるな。うん、あの席でいいか。はい。はじめまして、綾小路カレン。わからないことがありましたら何でもこの私に相談しなさい。いいんですか。何が。セオリーではこういうのはやはり純一の隣の席になるものかと。何のセオリーだよ。ま、そういうわけで新学期から話題に事欠かなくていいわな。明日もよろしく。片桐さん、俺山田。俺田中。片桐さん、男子は放っといてお茶に行きませんか。それよりも先に学校を案内してあげなきゃ。調子者ばかり。物珍しさで騒ぎ立ててみっともないですわ。綾野浩二さん、いつからこのクラスは動物園になりましたの。動物園。綾野浩二カレンがいるクラスであること忘れないでいただけますか。はい、綾野浩二さん、すいません。これは一体。片桐夕日さん。はい。皆さんの取り乱したみっともない様、私がお詫びいたします。そこまでかしこまらなくても。いいえ、名門綾小路家の一人娘として右も左も分からぬと怯える転校生を放置していくわけにも参りませんので。はあ、今日は特別に私が学校を案内して差し上げますわ。私それよりも。は？どうしてもすぐにこの方にお伺いしたいことがあるので。は？長瀬純一。お時間よろしいでしょうか。ああ。すぐに再会できるとは思ってもいませんでした。運命めいたものを感じます。はい？私と、付き合ってください。ああ、付き合えって、お茶に付き合えってことね。すいません。私、緊張していて。いや、本当に昨日の今日で告られても困るしね。強がり、期待したくせに。なわけないだろ。でも確かに翌日に再会なんて驚いてしまいますよね。ええ、だから私取り乱してしまって運命を感じてしまったというか。運命？ああ、いや、変な意味じゃなくて。なんか二人で雰囲気作ってない？で、話って昨日のこと？それそれ。はい、ちゃんとお礼を言いたくて本当にありがとうございました。いいよ、大したことしたわけじゃない。でもあの人たち多分よその学校の連中だよ。ジェノキラーって名前だけで逃げていきました。これは大したことじゃないでしょうか。ああ、またジェノキラー伝説か。お前らが面白がって大げさに広めるからこんなことになったんだぞ。ないない、広めたのは私たちじゃないよ。噂が噂を呼んだんです。伝説が誕生するメカニズムです。そんなに簡単に都市伝説になりたくねえ。ジェノキラーって一体何なんですか。純一って
中学の時荒れてたんですよ。こう見えても。どう見えてんだよ。金髪でモヒカン狩り、素肌に革ジャンを羽織り、授業中でも指出しグローブ、牙は狼、筋肉はゴリラ、全身タトゥーも入れていたんです。タトゥーなんてねえだろ。いや、シールで。むちゃくちゃ言うな。見えない。当たり前だ、ほとんどこいつの嘘なんだからな。いやいや、巷のみんながそう言ってるだけですよ。モヒカン狩りなんてしてなかっただろう。じゃあアフロでいいです。いいも何もあるか。過去を捏造するな。フユッチの話は大げさだけどさ、実際ちょっとジュンはみ出してたんだよね。グレてたんですか。ちょっとカッコつけて拗ねてただけだよね。知るか。ま、そんな触るもの皆に傷つけていた頃に広まっていったあだ名なんだよね。ほう。兄さん。あ、ミナッチ。まだ自転車があったので。さすが兄弟、通じ合ってるね。妹さん。そう、妹。はじめまして、兄がお世話になっています。あ、私転校生なんで。あ、そうなんですか。ええ、よろしくね、ミナトさん。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ミナトちゃんに見つかったことですし。帰りますか。片桐さんは家どこなの。それは…ん？お嬢様、教室にいらっしゃらないから。片桐さんって、すごいお金持ちなんでしょうか。え？ああ、そうなんじゃないか。いいな、あんなリムジンで送り迎えなんて。どうした？いや、なんだか…なんだか辛そうに見えたので。ものすごいお嬢様みたいだもんな。庶民にはわからん気苦労があるんだろう。お金持ちも大変そうですね。綾小路のとこより金持ちだったりしてな。なわけないか。ええ、素敵な学校だったわ。心配しないで、ママ。一段落したらホテルを引き払うから。うん、わかってる。それじゃあね。じゃーん！私、報道部なんだけど。片桐さんもどう？今のところ私しかいないから気楽だよ。ダメよ、片桐さん綺麗なんだから、うちの演劇部に来てもらわないと。ちぇ。そんな。おはよう、片桐夕日さん。あ、レンレンさん。おはようございます、綾小路さん。今日こそは付き合っていただきますわよ。え？この私が学園を案内して差し上げますわって昨日から言っていますの。お分かり？転校生さん。ああ、それでしたらもう永瀬さんたちと約束を。また永瀬純一？あなた転校早々から永瀬さんの何なんですの？いや、特に何というわけでは。でも昨日から結構雰囲気作ってるよね。やだ、桐生さんまで。報道部としては興味津々だったりして。昨日も言った通りです。からかわないでください。いい匂い。もうやだ。煮え切らない女ですわね。付き合っているのならそう言えばよろしいのに。だから違うって。じゃあ、あなたの一方的な思いなんですね。そうなんですね。いや、思いも何も。で、どうなの？どうなの？だから何でもないです。もうからかわないでください。でもでも、悪い気はしてなかったりして。それは確かに不良から助けていただいたのですから。おお、あなた昨日の今日で調子に乗りすぎじゃありませんの？ん？綾小路さん。ちょ、レンレン。危ない危ない。瀬戸際の魔術師ですね。言葉だけかっこよく言ってもな。お？ん？何これ？ジュン。なんだ？なんだよ。永瀬さん。おう。ジュン、なんとかして。は？永瀬さんから皆さんに。永瀬さんからはっきりさせてもらえないかしら。え、何を？また純一のせいで大変なことになっているようです。また純一のせいで大変なことになっているようです。俺のせいってなんだよ、知るか。いや、やはりここは男
男子の方から察してあげるべきだったんですよ。何？そうなのか？何？何？そういうことなのか？今です！そういうわけだから、これでいいか？言い訳あるか！じゃ何か！永瀬さん、やっぱりそういうことだったんですね！そういうことなんだろう？違うわよ！あっちゃー！このファーストキスを！バカ、もう遅いよ。えらい目にあった。女の子に大恥をかかせたんですから当然です。ミナト、はい。今日のことどこまで聞いてるんだ？すべてです。司さんから聞きました。早がてんだった。兄さんは昔から女の子のことになると全く頭が働かないんですから、変に頑張らないでください。ひでえ。片桐さんには明日、私からも謝っておきます。いいよ、妹の出る幕じゃない。兄さんがだらしないからです。ひでえ。はーい。なんだ、誰だろう。兄さん。まさかとは思ったけど。片桐さん、どうしてここに？片桐夕日、今日からここに住む、あなたの言い名付けよ。一部混乱がありましたが、本日 X ポイントにて目標は接触を果たしました。これより第二段階に移行します。オーバー。なすって一体あの女何なんだよ。俺殺されるの？あんな強気なキスをするような男が今更何に怯えるというのですか？待て、元はといえばお前が妙な煽り方をするから。僕は純一の中に眠る可能性にかけてみたかったんです。隠された牙を見たかったんです。ああ、巷ではザ・野獣と恐れられたジェノキラーもすっかり丸くなってしまいましたよね。勘弁してくれ。